皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日も染田と一緒にトレーニングやっていきましょう。今日の種目は背中のトレーニング、ダンベルベントオーバーローという種目をやっていきます。ダンベルがなければ 500ml のペットボトルにお水を入れていただいて代用していただいてもいいと思います。立った姿勢から膝をね、軽く曲げていただいて、お辞儀をするような姿勢を作っていただきます。そこから背筋を伸ばしたままお腹に力を入れて、肘をですね、股関節の方に向けて引いていくようなイメージでウエイトを上げていきます。上げてくるときに腰がね、丸まってしまったり、逆に腰を反らしてしまったりしないように、まっすぐのままキープする意識を持って行うようにしてみてください。それでは2セット目いきましょう。足幅はだいたい両足の間に拳1個入るぐらいから、やりやすいなと感じる方は肩幅ぐらいまで開いてもいいかと思います。ご自身のやりやすい足幅見つけてみてください。この姿勢を作った時に、お尻とかハムストリング、ももの裏側がしっかりね、伸びてるなというのを感じるようにしてください。そしてその太ももの裏側、ハムストリングとお尻の力を使ってしっかり体を支えるという意識を持って動作をしてみてください。この手の向きなんですけども、今染田はですね、両手を向かい合わせにするような形でやっています。この持ち方でやっていただくと、肩への負担も少ないですし、背中のですね、広背筋という筋肉、逆三角形を作っていく筋肉ですね、女性の場合はこう脇のお肉なんかをこう引き締めていくのに効果的な部位なんですが、その筋肉を効率よく鍛えることができますので、持ち方に迷った方は染田のように両手を向かい合わせにするような形でやっていただくといいんじゃないかと思います。はい、お疲れ様でした。